ショーケースを作ってみました。どんなに怪物な相手でも時間とともに相手の顔や仕草を少しずつ忘れていってしまう、その儚さを私たちらしく表現したいと思います。ジャズを始めてみる人も多いと思うので、よろしく伝わると嬉しいです。ということで、またね、ちょっと雰囲気の変わったショーケースになりますけれども、皆さんしっかり目に焼き付けてください。ということで、踊っていただきましょう。ご紹介します。メフタ。Thank you.